んでデッキ組んでいきました。ほうほう V 超レインボーデッキでございます。いいじゃないですか。エネルギー28枚構築。マジ、いや診断でね、ほうほう超チョイスするのはマジでセンスがいい、はい、最強でしょ。素晴らしい。それは28枚入れたら最強なんですよ。レインボーバーンでね、もうエネルギーの種類かける30。なるほど。いやただエネルギー28中途半端じゃないですか。あと2枚入れたら、あと2枚はすいません、勝ちたくて。いらっしゃいました、視聴者の皆さん。ごめんなさい。切りがいい数字を期待してた皆さん、すいません。勝ちたかったらもっといらっしゃる。勝ちたくて、その2枚で、2枚で必ず勝ちますんで、今回だけお許しください。ありがとうございます。視聴者の皆さん、本当に勝つんで、このドーブルでね、最強構築したんで、今日は。あー、なるほど。めちゃくちゃ強いんで。おー、いや、ドーブル大丈夫？ドーブル大丈夫です。あ、なるほど。これ、山札から5枚エネルギーめくって、それ、基本エネルギーを全部つけられると。ほうほうほう。もう5枚引けるんですよ、このデッキは。つまり。はい、はい、あー、なるほどね。めちゃくちゃ強いんです、つまり。そしたら、強いかもしれないかもしれないんじゃなくて、強いんです、はい、トリビさん。今回は、アニセンさんが弱そうなデッキを持ってきてるので、はい、いや、強いんですけどね。アイゴリがサンドバッグに押したレックザで。はい。何言ってるか分かんないですけどね、ちょっとね。めちゃくちゃ強いデッキなんですけどね。まあこれに負けたらさすがにそのデッキはもう一生コンリーンで使わないでください。あ、わかりました。統合使いは何でもわかりました。エネを極限まで減らすという私の最大の屈辱をします。あ、やってください。はい、行きましょう。最初はグーグーじゃんけん、はい、はい、よいしょ、よいしょ、しゃあ、おら、おら、んうせ、高校高校高校、お前ドーブルにかけたな。俺はドーブルにかけた。ドーブルにかけたな。あ、種パケ、あ、いった、やば、弱お、やばくないよ。おお、お、なんだ。おお、ありがとうドーブル。お前の、ありがとう。お前のポケモンカードうるさ。はい、ありがとう。じゃ先行ボケですね。はい、先行あげますよ。はい、ありがとうございますね。まったくよ。はい、じゃあいきます。せーの、キルキルメリープ。お、ドーブルじゃん。のろしまーす。ドーブル、うん、おー強いね。いいですね、それは。めちゃくちゃ強すぎてきた。はい、クイックボール使います。博士の元気落としまーす。落とされまーす。はい、持ってくるカードはレックーザ持っています。はい、レックーザ、そのまま、ベンチーに出して、ベンチーに出して、ベンチーに出してから、風船つけとくわメリープに。で、これで挽回します。なるほど、面白い取引。シャッフルしときます。そんなことで私に勝てると肩払いたし。タフネスマント、お、タフネスマントなんだ。タフネスマント、はい、頬の炎で燃えて焼却されます。はい、いや違うよ。じゃあつける意味ねえ。まあとりあえず水エネつけます。ほう、何クイックボール、はい、やっておく、やっておく、クイックボールやっておく。このデッキはね、エネルギー落とすの大事だから。そういうことです。ビッグボールで持ってくるのは博士の研究です。ダメです。ほう、次のターンのためとか。あ、ほうなんだ。無難オブ無難でいきますか。はいはいはい、無難な人生でいきましょう。無難な人生でいいんじゃないですか。無難な人生でいきましょう、はい、セレナします。はあ、どっち。ほうを捨てます。はい、で5枚引きます。3枚まで捨てて5枚引きます。あ、それは無難ですね。無難です。無難でした。かなり公務員ルート選びました。すいません。いや、かなりいいと思います。すいません、 YouTuber として失格です。いや、私はいいと思います。許してください。視聴者の皆さん、いいと思います。いいと思います。すいません、そのことによって手札が事故ったことをお許しください。視聴者の皆さん、はい、いろいろバレットします。はい、山田の上から5枚見て、その中から基本エネルギーを好きなだけ選び、好きなように好きなようにつけます。うわ、最強。強っ。びっくりした、俺も。いいよ。あ、ただ、かぶっちまった。かぶってる。あ、でも好きなようにつけるけど、いい、いい。ほう、お前技を打てるようにセットしておく。おー、それは強い。よーし、よ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 し。次のターンを投げてくんじゃん。俺のターンいきます。はい、シャッフルしますね。割と早くて草。基本炎エネルギーレックーザにつけます。レックーザにつけられます。ハイパーボールで入れ替えと、マリーちゃんを、落として、レックーザ進化させとくか。レックーザ進化、いや、させなくてもいいような気がしてきた。まだいろいろバレットで狙えるか。まだいろいろバレット狙えるか。まだいろいろバレット狙うパターンあった。そのパターンはやめた。その先いけるか、こいつ。そのパターンやめた方がいいんじゃない。その先、勝ち負けより大事なものってあるんじゃないか。レックーザ持ってきます。なるほど。はい、じゃあレックーザを、そのまま進化させまーす。320はどうやったらいける。はい、3パ24、いけるのか。いける、いけるの。あ、足りるね。8種類、8種類つけばいける。最強博士の研究使います。研究、はい、7枚いきます。俺も使っていいか、博士の研究で一緒に。ダメです。いや、4枚ずつでどうだ。4枚ずつでいいだろ。4枚ずついいだろ。4枚ずつ。レックーザと、メリープを、はい、そのまま出します。ボコボコねえやつはカス。はい。あー、悩むな、これ。炎エネルギー1枚ハンドに来ちゃったけど、ここはもうバンク、返す。返す前に逃げて返す。はい。はい。どうぞ。ドロー。はい。うん。なるほど。送空の波動悩んだんだけどね。ハンド良かったんで。
鋼で張ります。ここにそれめちゃくちゃ塔に見えるけど、まあ鋼エネルギーあります。お前が鋼っていうのはそうなんだろうな。鋼エネルギーあります。お前が鋼っていうのはトリピーの腕エネルギーあります。やめろ、攻めて出たの。エネルギーあります。攻めて出たの。逃げます。おお、水絵で肥やします。ああ、なるほど、水絵で肥やす。はい、いろいろバレットプランあるのか。教えてくれ、ほう。いろいろバレットプランあるのか。いろいろバレットプランどこに。ほうでしょ、それかぶるでしょ、エネルギーの色。あるのか。せめてもう一匹ポケモンもね、ベンチにほう出せたらね、あるかもしれないけど。教えてくれ。クイックボール。ああ、出せるんだ。そうなんだよ、だからどっちのプランでもいけるんだよ俺今。はい、はい、俺は今究極の二択に迫られてる。なるほど。あーでもまあそう、王の復活の炎プランか、いろいろバレットプランどちらでもいけるという。それさ、噛み合ってんの。噛み合ってる。ほんと噛み合ってる。どっちか一個しか取れないじゃん。噛み合ってんだよ。お前天才コーチくん、お前今に言いとけ。天才コーチくん、神々が震撼する。いや、炎で殴ってこないの。え、ほうで、ほう、このターン殴るわけねえだろ。マジかよ、じゃあ逃げるんじゃなかったの。いろいろバレットします。マジか。お願いします。で、つく5枚。おお、めちゃくちゃ強いじゃねえかよ。めちゃくちゃ強くて、かぶりなし。かぶりなしじゃん。かぶりなし、しかも好きなとこつけれるから。そうなんだよな、これ行くとかも可能。ホーブイにつけてワンレックスワンパン圏内に押し込めるのもあり。あと何だ。あー、炎と水。炎と水はつく。お前何が選んでるの。炎と水がつく可能性。炎と水はつく。そうだ、これだ、そうだよ、当たり前じゃないか。そうなんだよ、そういうことです。はい、強いじゃん。でもこれ分散させて、まあいろいろバレット打ったんで終了です。はい、オッケーです。俺のターンいきます。ドローさせていただきます。これやばいね。ポケモン入れ替え引いた。ポケモン入れ替え、エネルギー入れ替え入れたら強いか、これ。エネルギー入れ替え強い、ね、この域ドーブル王に限ったらエネルギー入れ替え強い説ないか。エネルギーマックス、あと学習装置とか強いんじゃない。学習装置何効果。前倒されたら後ろにエネルギーつけるから。1個全部1個カスかよ。隙間にエネギー入れるわ。さらに1個しか使わないから変わんねえよ。確かにそうだわ。博士の研究使います。7枚、引きます。さあ、メリープとかそろそろ来てほしい。お年頃とか何も来ない。こんなことあんの。ザコ落ち。メリープは来たけど、モココだ、探してたな。ザコ落ち。じゃあ、装具の波動1回目使います。はい、どうぞ。ハンドローズもいらないんで捨てて3枚引きます。はい、3枚何も来ない。んー、装具の波動俺は回してくれ。この3枚、はい、おー、ボスいいのかな。3枚引きます。弱いね。俺のモコどこ行った。今のうち育成タイム始まるわ。マジで育成されたらきついんだけど、バン返すわ。育成タイム始まります。やばい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 、きたー、炎エネルギー。あと1枚だ。やばすぎ。俺はもう育成するぞ。やばすぎ。俺は育成を始めるぞ、ジョジョ。俺育成始まらないんだけど。鋼エネルギーつけて。待って、俺育成始まらないんだけど。いろいろバレット、水エネルギーお願いします。あ、そういうことか、水か。水エネルギーだよな。追い求めるのはロマン一択。これが5枚。きたなめんじゃねえよ、お前。俺の一票。やばすぎ。発色ついた。発色つきました。最強です。1,2,3,4,5,6,7,8。 はい、最高火力きました。最高火力で、この3枚はこちらの方にね。なるほど。しかも全部属性が違う。やばい。素晴らしい。やばいよ。いや、ドーブルの可能性見えてきたな。やばい、助けて。です。俺のターンいきます。ドローします。まずい。強い。キモい、それ。強い。それキモい。さすがに次のレックーザは無理だろうということで、ここはあとレックーザを引きずり出すカードを引ければそれでいいんだ。セレナあれ入れてんでしょ。セレナ入れてます。相性いいもんね、セレナで引きずり出せるから。セレナボールでいい。ネオラントから持ってこれる。あ、なるほど。じゃあ結構ヒットするじゃん。ボールでいい。手札にボールはない。手札にボールがない。手札にボールない。手札ボールないの草。風船をレックーザに貼ります。はい、貼られます。風船レックーザに貼って、まあなんかとりあえず回していくわ。装空の波動、おい、3枚落とします。N全然ついてなくて草。3枚ドローします。えい、モコモに進化します。しました、ね、ようやくですか。ようやくです。クイックボール使います。ようやくお出ましですか。はい、クイックボールでデラオラさん持ってきます。はい、よいしょ。で、そのままゼラオラベンジに出すわ。オッケー。ゼラオラベンジ出して、ソークラード2回目。手札全部捨てて、3枚ドローします。お前、デッキ切れるぞ。確かに。デッキ切れちゃう、怖い。あ、ハンド2枚？ハンド2枚です。特別だ、マリー。やったー、ウルピー。あ、やってやろう。やった、ウルピー。はい。俺もね、モココ引きてえからな。はい、お前、優しいな。4枚です。なんでこんなにモココ引きてえの？なるほどね。素晴らしいね。デッキにモココあるの分かってるのに。じゃあ、このまま、装空の、あ、違うわ。
エレギダイナも使います。エレギダイナも使われます。エレギダイナも使って、じゃあここに貼らせてもらおうかな。レッグーザに貼ります。レッグーザに手張りもします。はいはい。で悩む悩む。おい逃げて殴ってくんのかお前。悩む。返しで頬にやられるけどな。逃げます。メリープにします。お前のその頬怖い。挽回します。トロお前のそれが怖いよ。ポケストップだよ。あらあら、ポケストップ貼っちゃったね。ジュッ。ああ、風船だけ回収、そしてエネルギーは落ちるというわけよ。はい、オッケーだ。そうですね、まあ逃げることもできますが、どうしましょうかね。はい。はあ、トリピ君、君の周りで救われた命があったよ。マジかよ。まあ、どの道、デッキトップだったんだけどね。うわ、セレナ、お前だ。やばい、これ負ける負ける負ける。いけ、これ負ける。レインボー砲、急エネルギー発射。やばい、勝て。七色の砲を出陣します。強すぎ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 る。かっこいい。何点出んだこの砲は。この方は発色ついてるので3番24340かな。340点強い。こんだけついて340。まあね、ボケあれだから2枚だからね。何があのサイルール取ら、あのサイド取られる枚数。ああ方でしょ。おう、全然全然だから2枚ではいい火力だよ。うん、タフネフズマウントもついてます。はい、めちゃくちゃ強いな。風船つけときます、こっちに。あ、なるほど、いいですね。風船つけとく。はい、まあここで行っていいかな。はい、レインボーバーン。おい、どうされます。レインボーバーン、まさかのレッグーズワンパンです。3枚取ります。はい、あとレッグーズ取られたら負けです。俺のターンいきます。ドローします。セレナ来い、セレナ来い、セレナ来い。さあセレナ来い。ハイパーボールで嵐の山脈と私らが落として、そのままモココ持ってきます。はい、モココを持ってくるぜ。なるほど、君もここから加速というわけかね。そういうことだ。だけれども間に合うのかね。何がだ。ほうを倒すの。あ、いやそれね、マジ間に合わん。間に合うのかね。レッグーザメイマックスにエレキダイナモ、エレキダイナモで2枚つけます。なるほど。エレキダイナモ、エレキダイナモ、さらにポケストップはいらない。張り替え。あー、俺のポケストップを壊すな。嵐の三枚だ。このポケストップを壊すってことは、ポケゴープレイヤーが、まあ、回してボールを取れないってことだぞ。悲しいな。悲しいぞお前。レッグーザ使い、送球の波動、みんなのポケストップ。なるほど、すいません皆さん。モココ進化。皆さんの大事なポケストップを守れませんでした。送球の波動、さらに手張りをするぜ。やばいなこれ。さあこれで逃げます。嘘だろ。さいなら。嘘だろ。さいなら。いけ、レッグーザメイマックス。何、お前がエネルギーを。いや、走りつけて340だ。こっちは4枚落とすだけで340だ。倒します。2枚いくぜ。うわー、すまない。一体ここはどうする。法王の可能性にかける。俺はドーブルでいく。ドーブルプラン。なるほど。ドロー。復活の炎をどこで吐くか。復活の炎使ってないからね。復活の炎をどこで吐くか。使ったっけ。使ってないよ、ね、使ってない使ってないよね。たまたまだからドーブルがいる。ドーブルさんのおかげだからな。なるほど。セレナが入っている確率。セレナ、セレナを引ける確率。セレナはあとデッキに2枚、もしくはサイドに入ってる可能性もある。デッキ2枚だったら全然スーパンプランあるな。あるよな。スーパンプランの方がいいんじゃない。お前が俺に指図するんじゃない。お前みたいなやつが。とりあえず手張りします。はい、オッケーです。新しいエネルギーを加えます。オッケーだ。頬を出します。はい、頬を出します。剥がせします。剥がせ。オッケー、剥がせします。全部っぱ、全部っぱ。いいの。エネルギー引くな。エネルギーを引くなよドーブル。エネルギーを引くな。ドーブルプランでいいの。ドーブルプランでいく。あー、悪くはないか。悪くはない、悪くない。本当本当悪くない。かけよう。僕は世界にかけよう。俺は世界を信じている。ちなみに大チャンスあげよう。俺はもうボスはない。なるほど。俺はドーブルプランでいく。お前はあの足りないエネルギーは水と草と、水と草とエスパー。水と草とエスパー。助けて、助けてください。本当に行くんだ俺は。大丈夫か。突破するんだ。攻撃、本当に攻撃、今なら間に合うんだよ。攻撃、逃げて。攻撃なんかしねえんだ。バカ野郎、いろいろマレット放っていけ。あ、やばい。おー、5枚引いた。ちゃんと5枚引いた。あ、5枚引いてる。
はい、パーエンドだ。おい、中二家族じゃねえか、ふざけんな、ドローします。まだあるぞ。かわいそう。まだあるぞ。話しろ。進化の子を使います。はい、どうぞ。デッキを見ます。あー、なるほど、5枚。来たかったけども、これはしゃあないね。オッケーで、シャッフルします。はい。手張りができないが、モモもエレキダイナモ、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 ゼラオラにするぜ。なるほど。ここはレックウードさんは逃げ、風船がついてるので逃げます。そして、はい、レックウードさん前、こいつは、前の自分の番にこのポケモン以外の連撃ポケモンの技使ってたらベンチにも160点飛ばせます。え、飛ぶ、やられちゃうってこと。ここと、え、ここだ。かけろ、この最後の可能性にかけろ。かけろ。やめてよ。2枚取られたの。2枚取ったぜ。よし、じゃあもう俺の腹は決まった。行ってくれ。おーおー、行ってくれ。一旦セルナします。やばい、レックウザ出てこいよ。やばい、出てこいよ、レックウザ。やばい。出てこいよ。あるんかい、セルナ。ここから始めようじゃないか、トリッピー君。なるほど。そうだね、まだ入れ替え要求になっちゃった。私にもエネルギーが足りないが。ワンパンくんの？ワンパン無理だよね。まだ足りない。あと2色足りないんだ、俺には。2色が。お前は。あ、その2色が足りないんだ。一応ドーブロー出しておこう。おお、なるほど。レインボーバーン！何点だ？何点出るんですか？ 6 種類なので、サブロック18、280です。280、でも普通に V スターだったらワンパン圏内だった。そうでしたね。パルキアとかビアルガとか、アルセウスとかだったら倒していたが、俺はレックウザ。残り50ポイント。足りないぜ。俺のターンドローだ。君はよく頑張ったよ。風船で逃げる。くそ。さあ、出すのはゼラオラだ。いいだろう。ゼラオラを出してそのままエレキダイナモ、ま、エレキダイナモを3回するぜ。あ、待って、あ、よかった、あった。くそ、エレキダイナモを3回する。くそ。でもって手張りだ。助けて、入れ替えよう。助けて、ポケモン入れ替え。助けて、僕の本物が負けちゃう。お前はよく頑張った。だからな、ねえ、レックウザには勝てるんだよ。新世代の子やった。はかなくちれレインボーエネルギー。バリバリバリ。俺の王が、俺の王、すまない、俺の王。一体何が悪かったんだ。ドーブルと組み合わせのゴルトが悪かったっていうのか。そんなことは絶対ない。そんなことは絶対ない。いや、楽しかったです。紙一重だったな。くそ、エネルギーが2枚足りなかったんじゃねえのか。そうだ、お前が最後に引けなかった水エネルギー。あれ、違う、本当に違うカードじゃなくて水エネルギーを採用していたら、エネルギーやった、俺の足りないエネルギーをもっと採用していたら、ドーブルをもっと信じていれば。今回は俺の負けだぜ、ポケモン博士。覚悟しとくがいい。楽しかったです。俺の方は進化して帰ってくるからな。進化して帰ってくるからな。楽しみにしてます。覚えとくがいい。